大変長らくお待たせいたしました。オッズパークプレゼンツガールズ競輪デー2024エキシビオンレーススタートです。4名の選手によって争われます。すでに各場ゲートの中スタートを待ちます。 青空がいっぱいの帯広競馬場馬場水分は1.8%どんなレースになるのかゲートの中準備を進めています1番、畠山翡翠選手2番、老原杏奈選手3番、飯田風音選手4番、日野未来選手以上の4名です。 5年ぶりの開催となりましたガールズゲイリンデーエキシビションでース戦いが始まりますさあ伊豆が勝ったスタートしました飛び出しましたまずコースタートを切ったのは2番の老原杏奈選手十勝弘です第1障害高さ1メートル上っていきます 海老原杏奈選手先頭でクリアそれから2番手に4番の日野未来選手宝雲海です各馬第一勝が降りて刻んでいきます前からいきましょう2番の海老原杏奈選手十勝弘これが先頭ですそして2番手外4番の日野未来選手宝雲海が続きますあとうち1番の畠山翡翠選手ディアンザハートです現在3番の 飯田和音選手坂のスピードがしんがり一・二障害の中間点刻みながら進んでいますさあここで外4番の日の未来選手宝雲海前に上がってきましたが刻みますうち2番の海老原杏奈選手の十勝弘それからうち畠山翡翠選手3頭並んできました3番の飯田風選手もすっと前に上がって4頭一段 刻んで、刻んで間もなく第2障害手前もう一度各場所が止まります内1番の畠山翡翠選手それから2番の海老原杏奈選手、十勝弘外4番の日野未来選手、宝雲海さあ、第2障害手前に集まります前半82秒じっくり息が入ってまず行ったのは2番の海老原杏奈選手、十勝弘内1番の畠山翡翠選手 リアンザハート上がっていきますさらに4番の日の未来選手の宝雲海3頭1段で第2障害クリア3番の飯田和音選手、坂のスピード今、第2障害仕掛けていきます。 前はまもなく残り3 0ルさあ、選手立ち上がって、外4番の日の未来選手、宝雲海、真ん中2番の海老原杏奈選手、十勝弘、最内1番の畠山翡翠選手、リアンザ・ハート、この3頭、残り20を通過、わずかに2番の海老原杏奈選手、外から4番の宝雲海、日の未来選手、最後どうか、この2頭、並んだがわずかに外か。 4番の日の未来選手、宝雲海、それから2番の海老原アナ選手、十勝弘、そして1番の畠山翡翠選手、リアン・ザ・ハート、3頭ほどんど差がありませんでした、そして今、3番の飯田重ね選手、坂のスピードゴールです。皆様どうぞ大きな拍手をお送りください オッズパークプレゼンツガールズ系リンレイ2024エキシビションレース激しい争い3名の選手3頭が並んでのゴール結果をお待ちいただきましょう。 ガールズ競輪でエキションレース選手たちによる記念撮影が行われておりますさて着順が上がりました1着は4番日野未来選手です2着2番の海老原杏奈選手3着1番畠山翡翠選手そして4着3番飯田風音選手ですタイムは2分15秒8です皆様お楽しみいただきまして誠にありがとうございました 畠山翡翠選手です。エキシビジョンレースを終えられましたけれども、えー、そちらのご感想の方よろしくお願いします。はい、えー、なんかいいペースかなと思ったんですけど、まあ最後あの疲れちゃってちょっと残念でした。はい、楽しかったです。それでは、えっ、ー、と放送を見ていただいている、えー、万英競馬ファンの皆様に、えー、一言よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と今日すごいあの。 競馬,場あ競馬場ですごい楽しませてもらったので、えー、ガールズケンリンの方も応援よろしくお願いします飯田和音選手です、えー、エキシビジョンレースを終えられて、えー、ご感想をとりあえずあの落ちないようにしてたのでこ怪我もなく <laughs> 終えられてよかったです。はい えー、それでは、えー、バンーニャ競馬見ていただいているファンの皆様に一言お願いします。えっとガールズケ競輪も面白いのでぜひ見てください。はい、えー、それではエキシビジョンレースを、えー、終えられましたけれどもご感想の方よろしくお願いします。はいえっ、ー、と練習もしたんですけどやっぱり本番の方が迫力がすごくてすごい楽しくていい経験でした。それではバンーニャ競馬見ていただいているファンの皆様に一言よろしくお願いします。 今回あの初めてバンエキケーバー見させてもらったんですけどすごく楽しくってまたあのプライベートでも来たいなと思いましたそしてあのガールズケーリーも同じように多分楽しいと思いますのでぜひご来場くださいよろししくお願いします、はいえー、日の未来選手、えー、エキシビションレース終えられましたけれどもご感想の方よろししくお願いします、はい、宝雲海と渡来騎手のおかげで1着を取ることができて本当に楽しかったです。 それバン・エ、え、イ、ー、競馬見ていただいているファンの皆様にも一言よろししくお願いします。バン、はい・エイ競馬のそれぞれのお馬さんの個性もあって面白いのがあるんですけど、えっと、ガールズ競輪もそれぞれの個性があってたくさんの女性が走っているのでよかったら見てみてください。